白岩会計事務所の白岩です。静岡市内で会計事務所の代表を務めております。今回はですね、交流会になんかも出ているという方へのメッセージですけども、ぜひ幹事をされることをお勧めします。交流会の幹事を行うことをお勧めします。私も交流会の幹事を何個もやっておりまして、会というかコミュニティっていうんですかね、大きい会、80人ぐらい集まっていただける会とか、あと20人ぐらいの会をいくつも運営しているんですが、ちょっと正確な数はわからないですけど、やっぱ幹事というのはですね、お得な立場かなと思います。まずは目立てるし、いろんな情報入ってくるし、段取りとか準備というのは大変なところもありますけども、そういうのはスキルだと思っていただければ、スキルアップで何回もやれよって言ってですね、その効率化もできますのでね、いろんなノウハウをブラッシュアップできるのかなと思います。で、いろんなメリットありまして、で特にいいのは、交流会に参加するよりも幹事してしまった方がいいと、思っている理由は、その段取りとか情報を人脈がつくというようなことですね。で、単に参加者だとやはり制限があります。見える部分のもう一部分しか見えないんですけども、幹事やると全体が見えて統率できるというようなこともあります。自分いくら出てもここしかないのを全体的に見れると、それはそれでメリットがあると思います。すみません、抽象的な表現になってしまいましたが、ですので交流会などたくさん出てですね、慣れてきたよという方はぜひ幹事側に移行していっていただければいいんじゃないかなと思います。もし分からなければ段取りなどは私がお教えすることもできますので、お問い合わせいただければと思います。